皆さんこんにちは。日頃より三菱 UFJ 国際投信をご愛顧いただき誠にありがとうございます。これから約10分お時間をいただき、モルガンスタンレーグローバルプレミアム株式オープン、為替ヘッジあり為替ヘッジなし、略称グロプレについてご説明させていただきます。ファンドのご説明に入る前に、まずは足元の市場動向をご確認いただきたいと思います。過去10年間の先進国株式のパフォーマンスのグラフをご覧ください。こちらのグラフではグロース株式とバリュー株式を比較しています。グロース株式とは、具体的にはハイテク企業などの情報技術セクターに見られる将来の利益や株主資本の成長性が高いと判断される成長株。バリュー株式とは、企業の利益、資産などの企業価値から見て株価が割安と考えられる割安株のことを指しています。2021年末以降、これまで相場を牽引してきたグロース株式を中心に株価が下落基調にあることが見て取れますね。ではこうした不透明感漂う株式市場の背景とも考えられる2022年現在の世界経済を取り巻く主な複合リスクを見ていきましょう。新型コロナウイルスの感染拡大や米中対立、足元ではロシア・ウクライナ情勢による地政学リスクなどが挙げられます。こうした世界情勢は、原材料や部品の調達から生産・物流・販売を経て顧客までつなぐ広範囲の供給も、サプライチェーンの混乱や逼迫、資源価格の高騰を引き起こし、世界的に高まるインフレ懸念の原因となりました。世界経済の混乱を受け、米国では金融政策正常化に伴うテーパリング、すなわち中央銀行による量的緩和の縮小、およびインフレ懸念の高まりに伴う利上げが開始されました。ここで米国内の物価の変動を表す経済指数である消費者物価指数を見てみましょう。2022年5月時点で約40年ぶりの水準となる前年同月比 8.58% まで上昇しており、高水準でのインフレが続いていることがわかります。インフレが起こるとどのような影響があるのでしょうか。インフレになると物価、つまり物の値段が上がるので、ある金額で買えたものがそれ以上の金額を払わないと買えなくなってしまいます。これはすなわち、お金の実質的な価値が目減りするということを意味します。つまり物価の上昇をする状況において、資産を現金のままで置いておくと、物価上昇分だけ資産価値を減らすのと同じことになってしまうのです。投資することのリスクだけではなく、投資をしないリスクに目を向けることも大切です。またこうした物価の影響を受けているのは、私たち個人消費者だけではありません。企業にとってインフレは、製品を作るための原材料費や輸送費等のコスト上昇につながるため、利益を圧迫する要因になり得ます。その場合、企業が利益の減少を防ぐためには、コストの上昇分を販売価格に転嫁すること、つまり値上げが必要となります。しかし、すべての企業が値上げを実施できるわけではありません。そこで注目したいのが、価格決定力というキーワードです。企業が商品の値上げを考えたとき、ブランド力や付加価値のある商品を扱っているなど、総合的な競争優位性を背景とした価格決定力がなければ、顧客離れを引き起こしてしまい、結果として売上の減少につながってしまうこともあります。一方で、価格決定力がある企業は、インフレ率の上昇など景気動向や市場の環境に左右されにくく、着実に利益を増加させることが可能だと考えられます。そこで皆様にご紹介したいファンドが、モルガンスタンレーグローバルプレミアム株式オープン、為替ヘッジあり為替ヘッジなしです。当ファンドは、世界各国の株式のうち、プレミアム企業の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。当ファンドにおけるプレミアム企業とは、
先ほどご説明した価格決定力の背景となると考えられる高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリーキャッシュフロー、つまり企業が自由に使用できる資金を増大させることが期待される企業のことを指します。ここで当ファンドが投資するプレミアム企業の一例を見ていきましょう。こちらは2022年5月末時点の組入れ上位3銘柄のご紹介と当ファンド設定来の各企業の株価推移です。これらの企業は人々の生活に不可欠でリピート購入される家庭用品やサブスクリプション方式で継続利用されるソフトウェアを提供していること等から、持続的な株価の上昇に加え、現在のような株式市場の下落局面においても比較的底堅く推移していると考えられます。こちらは当ファンドと同様の運用プロセスを用いる運用戦略、グローバルフランチャイズの運用成果です。グローバルフランチャイズは1996年3月より26年を超え、長期にわたって先進国株式を上回る局面も多く、安定したリターンを上げてきました。またプレミアム企業の持つ高い価格決定力は、プレミアム企業が持続可能な成長をするための好循環を生み出すと考えています。続いて1996年3月から2022年4月における株式市場が上昇下落した月のグローバルフランチャイズのパフォーマンスをご覧ください。上昇局面での追随力、そして何よりも下落局面での下値抵抗力の強さがうかがえます。こちらのグラフはインフレ水準別にグローバルフランチャイズと先進国株式指数のパフォーマンスを見たものです。グローバルフランチャイズは運用開始以来約26年間どのようなインフレ水準の時でも他3つの指数を上回る運用成果となりました。過去においては特にインフレ水準が高い時ほど他の指数と比べて相対的に良好な運用成果を出していたことがうかがえます。こうしたインフレ耐性の高さも価格決定力のあるプレミアム企業への投資を行っているためであると考えられます。当ファンドの運用状況はこちらのようになっています。2022年6月10日時点の基準価格は、為替ヘッジありが 24,775 円、為替ヘッジなしが 41,918 円となりました。2012年2月から運用開始した当ファンドは、チャイナショックや米中貿易摩擦、コロナショックなど様々な株式市場の下落局面を乗り越え、皆様のおかげで2022年2月には10周年を迎えることができました。グロプレ運用開始10周年の特設サイトも公開中です。10年の軌跡やグロプレの誕生秘話、関係者がグロプレに込める思いなどをご紹介していますので、ぜひご覧ください。いかがでしたでしょうか。グロプレの運用方針やプレミアム企業への投資に期待や魅力を感じられましたら、ファンドを選ばれる際にモルガンスタンレーグローバルプレミアム株式オープン、為替ヘッジあり、為替ヘッジなし、選択肢の一つとしてぜひご検討ください。またすでに保有されているお客様におかれましても、長期での保有をご検討いただければ幸いです。ご視聴いただきありがとうございました。ファンドの目的、特色、投資リスク、ファンドの費用、留意事項等については画面を一時停止してご覧ください。